お疲れ様でですすの久保です今回はですねネットビジネスをやっておいた方がいいよっていうことをね改めてお話ししてみようかと思いますえというのがねあの会社員として働いている、まあ、それも一つ大事なことですし自営業者として何がしかの活動をしている、まあ、そういった人生も生き方もあると思いますしかしですね私たちの身の回りにはさまざまなトラブルが予見されるわけですよね 例えば自分の体が何かの不具合が起きてですね入院をせざるを得ない状態があるとします入院期間が1週間2週間で済めばいいんですけども時には長くなることもありますしそれからねまあ病気を患って療養までに半年間1年間それまでの仕事ができないっていう状況に陥ることもあるんですよまあそういう時にどんな準備をしてるかなっていうことなんですけども私もねこの度ね ちょっとした出来事がありましていろいろと調べたところ、うん、会社員として働いてる方ってのは、まあ、会社からの補助が出たりとかね休業手当が出たりとかあとは傷病手当金っていうのが、まあ、あったなっていうのを思い出して調べてみると会社員さんっていうのは傷病手当金っていうのが健康保険から出てそれまでの給料の3分の2がずっとねあの補填されるんですよ、まあ、ですんでいきなり飢えてしまうってことはないと思いますしまあなんだったらあの 会社員としてのね復帰もある程度できるわけなんですよねまあでも、まあ、私みたいに一人会社をやっていると当然会社の機能が全部損なわれるわけですよ私が休んでる間は会社動かないわけですからねまあ、そうなってくると会計処理も自分でやってますしねそれこそ決算に関するうー企業会見も自分でやってますし営業も自分でやってるし商品作りもサポートもやってるわけですよまあ、ですんで ネットビジネスっていうことがちらついてきたときに、あの会社の機能がほとんど動かない状態でも、とりあえず新規のお客さんの集客はともかく、それまでの売り上げがある程度ね、あの維持されるような仕組みを作っておく。そういった意味でネットビジネスは非常に有効かなと思うわけなんですよ。で、どういうふうにネットビジネスを活用するかっていうとね、例えば、営業中にはこうリストを集める。 って言いますかね、顧客との接点を作るために、こうやって YouTube の発信をしておくとか、メールマガジンを発行しておくとか、LINE アットにリストを集めておくってことが主にできるわけなんですよ。しかし、まあ、病気や怪我などで、え、長期の営業ができない時っていうのは、新しいリスト獲得っていうのはできないことはないんですけども、どちらかというと、そのリストに対してね、 まあ何かこう、働きかけ続けることによって、まあ売り上げを取っていくってことできますし、それからね、やっぱり過去も、過去の動画ですか。主には過去の動画コンテンツなんですけども、これを再販売することとかによって、まあ売り上げっていうのはゼロになることを抑えることができるんですよね。まあ例えば、過去に放送した人気のライブ放送、ね、それからセミナー。 こういった動画をまとめて一つのテーマを作って、えー、セミナーのまとめ5選とかねそういった形で新しい動画コンテンツにする過去に1本2時間1万円で売っていた動画があるとすると5本まとめて3パンみたいにしておくとかね、まあ、そうやって自分の集めたリストに流し続けることによって売り上げを維持するっていう方法があると思うんですよでネットビジネスってそういうふうにものすごく激しく動く時期もあればほとんど動けない時に 動かずに今までの蓄積を持って売り上げを作っていくっていうこともできますし、あとはね、あの、こう、毎月の固定収入ですよね。うん、例えば、月に3980円っていう風なサービスを販売してるとしたら、うん、その固定課金っていうのは、ある程度毎月続くわけですよ。うん、まあ、私の場合だと、即課塾っていうビジネス塾があって、こちらの方は、 まあ、一括払い30万なんですけども、分割で払うこともできるんですよね。で、分割で払ってくださってる方っていうのは、毎月にしろ、毎年にしろ、まあ、お金っていうのはね、あの、常に、あの、振り込んでくださるわけなんですよ。で、その振り込みが、いわゆる継続課金っていうものに該当するかな、というところがあります。もちろんで、一気に現金を、こう、受け取って、それを貯蓄しておく、財にしておくってこともできるんですけども、まあ、そういうふうな形ができていれば、そもそも、 入院の時に、毎日の売り上げがなくて困るってことはありませんので、やっぱりね、あの、貯蓄もすごく大事なんですけども、だけども、運用なり、利回りなりで、毎月毎月収入がある形にしておく。もしくは、分割払いとか継続課金ってものを常に稼働させておいて、そちらの方から収入が受け取れるみたいな形にしておく。さらには、コンテンツのね、やっぱりこうストックをたくさん作っておくってことですよね。まあ、そういったことを普段しておけば、 休業ししたたたににそのストックしたコンテンテツで新たに売上っはい。で、ここまででまとめますと、やっぱり自分の体を朝から晩まで動かしていないと売り上げが入らないっていう状態っていうのは、もちろん健全であり、まあ当たり前なんですけども、あの、一時的な休業にそれが耐えられないってこともあるんですよね。もちろんそのために保険に入っておくっていう手はあるんですよ。 ね、休業保険みたいなのがありますんで、仕事を休まざるを得ないときに、その売り上げの補填をするための保険に入っておくっていうところがありますけども、はたとね、自分がいきなり仕事ができないっていうときに、その保険にも入っていないし、えー、受けれる手当がほとんどないっていう場合は、やっぱりネットビジネスってものをね、意識しているときに、それを普段から回しておけば、休業のときに、多少ね、補填できるものが見つかるんじゃないかなっていうところですよね。 まあですんで、今のうちに私はお話ししておきたいんですけども、まだできるうちに、あの、やっぱ補填ってものをね、考えておかなくてはいけないかなと。万が一明日から動かないかもしれないとかね。万が一明日から、働けないかもしれないと。そういった時に何ができるかなってことなんですよ。まあ私がお勧めするのは、いろんなものが考えられるんですけども、暗号通貨と、トレードですよね。FX のトレード。もちろんこれは、それなりに、 勝てる見込みを作っておかなくてはなりませんけども、例えば暗号通貨でしたら、まあ、いわゆるね、少しずつ、うこう、見、見込みのあるコインに毎月毎月投資をしておいてで、いざという時にはそれを切り崩してやっていくっていう方法が一つあります。で、FX っていうのは、まあ、そもそも指先が動けばもうできるんでね、これができれば。あとは、もうあの、休業した時には時間ができますから、トレードのセンスが磨かれていればね、それこそ入院は持ってこいなわけですよ。 入院して体動きません。で、退院したんだけども、何も活動できませんって時に、これをずっとできるわけですからね。そしたら、利益をずっと積み上げることができるんで、えー、まあ、とってもいい調整期間になるのかなと思いますね。逆に言うと今、いろんな活動ができる状態です、私は。ということは、トレードの時間っていうのは、本当にいろんなものをかき分けてやるようになっちゃうんですよね。でも、強制的に自分の、 身柄が動かせないよって時に、指先だけしか動かないよっていうところが幸いして、あじゃあずっとトレードしようかなっていうふうに、えー、自分のね、コンディションを変えることができるんですよね。まあ、ということで、トレードをお勧めするような動画になっちゃいましたけども、あのー、これからの時代ね、そして今の時代すでにネットビジネスってものが、いかに自分たちを救ってくれるか、これに気づくことによって、また新たにね、スタートする動機になっていただければ幸いでございます。それでは今回は以上です。お疲れ様です。